日本で最も歴史が長い大学病院である東北大学病院大学病院英語名称とは大学の付属施設である病院。日本の精霊等では大学の付属病院とも表現される。大学病院は基本的に医学と私学における分野において以下の教育、臨床、研究の3つの機能を持ち組み合わせられて実践されている。上記の臨床教育。 臨床研究、臨床試験の部分を担うために大学に置かれる付属施設の一つが大学病院である。日本においては大学設置基準の第39条で医学または私学に関する学部を置く大学には医学または私学に関する学部の教育研究に必要な施設として付属施設である付属病院を置くものとするとされている。ただし、これら以外の学部が 付属病院を設置することを禁止しているわけではないため、看護系、医療技術系、リハビリテーション系、薬系、福祉系の大学の学部を要する大学の付属病院が設置される例も見られる。大学病院自体は、私学系を除き総合病院となっており、かつ、高度先進医療の推進のため特定機能病院の認可を受けていることが多い。卒後研修のため、 臨床研修指定病院の認可も得ており、併設された医学部、私学部にとって学生の実習先、卒業生の就職先ともなる。なお、医局制度を取る大学の多くでは、各講座の教授がその診療部門の責任者となっている。医局制度から見ると、関連病院のいくつかが大学病院の一部の機能を分担していることがある。これは、 国立大学の医学教育、私学教育によく見られ、財政的なものが理由となっている。すなわち、国立大学は文部科学省の管轄であり、大学病院は国立大学法人が設置している。時として、大学病院の機能を拡充するために、他の省庁からの予算をもとに、医療法人、財団法人の病院や公立病院に併設する形で、 研究施設を伴う病床が設置される例がある。このような病院は厳密には大学病院でないため外部からは分かりづらいという状況が発生している。大学病院の名称としては大学病院、大学附属病院、大学医学部附属病院、大学歯学部附属病院などの名称がある。なお、附属を附属と称している場合もある。大学の組織上では 大学本部の直轄であれば、大学病院、医学部や私学部の学部付属機関であれば、学部付属病院と呼ばれることが多い。大学病院は、文部科学省の管轄である大学の設置者が、設置する病院であるが、病院を含む医療行政全般は、厚生労働省の管轄であるため、両者の影響を大きく受ける。その他としては、自治医科大学が、旧、自治省、 産業医科大学が旧労働省の関与によって設立された学校法人が設置する医科大学であるため、それらの大学病院はこれらの省の関与もある。また、防衛医科大学校は防衛省の文教研修施設なので、防衛医科大学校病院は防衛省の管轄である。明治時代に政府によって西洋医学が推し進められると、それまでの犯行、 私塾における学問的な医学教育や医師家庭における家内教育などで扱っていた東洋医学を学ぶだけでは医師の免許を受けられなくなった。医学教育は病院が付属している教育機関における専門職教育に変化した。また、医師、看護婦というような職種の分離がなされていった。その後、第二次世界大戦前の複雑な学校体系により、 医師養成では、実践的な専門学校の医学専門部と、研究に、やや力点が置かれた大学の医学部などが存在し、それらに病院が付致する形に変化した。第二次世界大戦後、それまでの教育機関を改組して、新生大学が成立すると、付属病院が医学部、私学部に付致することが原則となり、大学病院、学部付属病院という名称が定着した。 他方、看護系は、養成施設に付属病院を設けることが必須で、なかったため、21世紀においても、国立国際医療研究センターに置かれる、国立看護大学校などをはじめ病院に従属するものとして、教育機関が設けられるところもあった一方、医師の養成、歯科医師の養成とともに、大学組織の中で大学病院が活用されたところもあった。 医療の高度化や社会からの要請によって、医療系のコメディカルや福祉系の職業分離、専門職化が進むと、それらの教育機関が病院などでの実習をするようになった。その際、他大学の大学病院で実習がなされることも多かったが、少子化により受験生獲得競争が激しくなったことなどの現代の事情より、各大学において、 教育課程の編成を行いやすくするために、主に私立大学の薬学部やリハビリテーション系学部を持つ大学や福祉系大学などを中心に、自大学に付属病院を設置する例が見られるようになった。医学部、私学部の双方を持つ国立大学においては、国立大学法人化に伴い、医学部、私学部ごとに設けられていた付属病院を一つに統合するなどの 組織変革をし、大学病院と称する例が見られる。なお、公立病院への指定管理者制度導入により、法人化した大学も指定管理者となることができるようになった。従来、公立病院は診療科ごとに、様々な医科大学の医局から医師派遣を受けていたため、各医局の都合で医師の派遣や引き上げが行われて、医師確保が不安定となっていたが、 医科大学の大学法人に指定管理者となってもらって、病院を丸ごと経営、管理してもらうことで、医師確保が容易になった。一方、指定管理者となった医科大学側としては、単に医師派遣をしている、系列病院とは違って、経営にも携わることになり、管理する病院は、大学病院と系列病院の中間的な位置づけとなっている。 このような病院は一部の私立医科大学が先行していたが2008年には高知大学医学部が国立大学法人として初めて公立医療機関の指定管理者となり広がりを見せ始めている。また、金沢医科大学秘密市民病院を設置する秘密市のように条例で公立医療機関に指定管理者名を入れる実地体もある。 2015年4月1日より一部改正した医療法を施行した。これは近年、大学病院の臨床、教育、研究の3つの機能のうち、臨床の比重の高まりに伴って、研究の低下が顕著になっており、教育病院化してしまうことを危惧した国が、臨床研究等の国際的競争力を持った病院を改正された、同法大史上の三大一項に基づいて、 臨床研究中核病院として承認するものである。2015年9月28日交付の改正医療法によって創設された地域医療連携推進法人に参画することを目的に大学から大学病院を分離して別法人化することが2017年4月2日より可能になる。ありがとうございます。